始まってるかなこれ。あれ。こんばんは。聞こえてますか？声。おはようございます。まあ、今夜なんで。こんばんはの方がいいかもしれないですね。こんばんは。今日のテーマは日本の祝日ということで、ライブチャットを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、聞こえますか？ありがとうございます。じゃあ、まずは自己紹介からしていきたいと思います。皆さん、こんばんは。私の名前は野川和樹と言います。今は21歳です。職業は大学生をしています。大学の3年生で、経済学を専攻しています。趣味は、スポーツをすることです。小学生の時から、よくサッカーをしています。最近はいろんなスポーツをやってるんですけど、今一番気合が入ってるスポーツはスカッシュっていうスポーツです。あんまり馴染みがないので皆さんは知らないかもしれませんが、もしスカッシュが何か気になる人がいたら質問してきてください。今日のテーマが、日本の祝日っていうふうになってるんですけど、日本の祝日について質問があれば何でも聞いてください。まあでも、それ以外のことも、日本語とか、日本の文化とか、まあ僕のことでもいいので、何でも気になることがあったら質問をしてきてください。よろしくお願いします。人がちょっとずつ増えてきましたね。何でも、質問してもらえたら結構です。彼女はいますか？なかなか率直な質問が来ましたね。いきなりテーマとは違う質問ですが。今は彼女はいないです。もしいい人がいたら、ぜひお付き合いしたいと思います。日本の祝日って皆さんどう思いますかね？タンです。よろしくお願いします。タンさん、よろしくお願いします。僕がさっきちょっと聞いた話なんですけど、ベトナムはもうすぐで先生の日っていうのがあるらしいですね。日本には先生の日っていうものなくて、実際どういうことを皆さんしてるのかなというのが気になります。もし、先生の日の過ごし方、あれば教えてください。でも質問が来ましたね。先生、うちにとうちわは違いますか？とうちにと、うちわ。うちにとうちわはやっぱり使い方違いますね。にとはっていうのは、全然違うので。うちにっていうと、まあ、うちはなかなか使わないですけど、私っていうものにしたら、私にと私はってあるんですけど、私に何々をしてくださいとか、私に物をくださいとか、自分に対してどういうことをしてほしいかっていうふうに使うときに、私にとか使います。私はは、私がするときに使いますね。先生の腕時計が見たい。腕時計 こんな腕時計です。見えますかね？ これ日本の最近出てきた腕時計で、ちょっとずつ人気が出てきてるらしいんですけど、ノットっていうところの時計です。日本製で、ベルトがいろいろ変えれる時計っていうのが特徴なんですけど、このベルトの他に革のベルト、茶色のベルトとか何本か持ってます。
ベトナム語が話せますか？すいません。僕は日本語の先生はしてるんですけど、ベトナム語はわかんないんですよ。ごめんなさい。だから質問は日本語でよろしくお願いします。どこに住んでいますか？僕が今住んでいるところは、滋賀県というところです。滋賀県っていうのは、日本の中でも真ん中にある県ですね。琵琶湖っていう湖があって、日本で一番大きい湖です。すいません。皆さんの質問に答えたいんですけど、ちょっと上から順番に答えていくので、ちょっと遅くなるかもしれないので、そこはご了承ください。就職について、長所、短所という質問を聞かれたんだけど、いい回答で教えてお願いします。就職の時は、長所とか短所っていうのを聞かれますね。長所っていうのは自分のいいところです。短所っていうのは反対にその悪いところですね。長所の例で言うと、人と話すことが得意だとか、周りがよく見えてるとか、チームワークを取るのが上手。で、短所とかっていうと、一つのことに集中してしまうと、周りが見えなくなってしまうとか、人の言ってる話をうまく整理して理解することができないっていうのような短所がありますかね。はい。長所を言うことも就職活動によっては大事だと思うんですが、自分の短所を理解してるっていうことも就職の時には重要になると思います。って言いながらも僕はまだ就職活動が始まってもいないんですね。はい。僕はこれから就職活動をする上で長所と短所を気をつけたいと思っています。目を留めるの意味を教えてください。ということで。目を留める、目が留まるっていうふうによく使いますね。目が留まるっていうのは、自分が街を歩いているときに、すごく自分の好みの時計を見つけたとします。普通に歩いてるときにちらっとその時計が見えたときに、あ、自分が欲しい時計があるっていうふうに思って視線を向けることを目に留まるっていうふうに言いますね。はい。先生、ただより怖いものはないってどういう意味ですか？ああ、そうですね。ただより怖いものはない。と、普通、物を自分で手に入れるときっていうのは、どうしてもお金が必要ですよね。お金じゃなくても、それなりのコストが必要になります。でも、そういうものを手に入れるためにお金が必要っていうのは、ただでは物を手に入らないのが普通っていうのが常識なんですけど、そういうものをただでもらえてしまうっていうのは、ただでもらえる代わりに何か後ろで恐ろしいことがあるんじゃないか。ただでもらったけど、後になって、いや、それをもらったことによって、あなたの身にすごく危険が起きますみたいな、そういう裏があるっていうことを示唆する言葉ですね。ただより怖いものはない。ただだからって言ってホイホイついていってはいけない、っていうことだと思いますね。僕はそういうふうに使っています。あ、こんばんは。先生は東京に住んでいますか？っていうことなんですけど、僕は東京ではなく滋賀県というところに住んでいます。あまり都会ではないんですけど、琵琶湖があったり、綺麗なお城があったりしていいところだと思います。私は本です。お願いします。あ、皆さんちょっとずつ増えてきましたね。あ、私も滋賀県に住んでいました。あ、滋賀県住んでた方もいるんですね。はい。何で来られたんですかね。お仕事ですかね。と、あなたは日本語を教えていますか？はい、今教えています。なんて言うのかな、稲妻エデュケーションさんで、日本語の先生として、皆さん、日本語を学んでいるベトナム人の皆さんに日本語を教えています。
授業の形式は毎回テーマが決まっていて、やる内容も決まってるんですけど、その中で普段の会話なども混ぜながら、日本語の能力の向上にの手助けをしています。京都府の隣ですね。はい。そうですね。はい。滋賀県は京都府の隣の県です。他にも滋賀県に住んでる人いるんですね。琵琶湖の近くです。琵琶湖大きいですからね。琵琶湖を挟んで、こっち側に住んでるか、こっち側に住んでるかでも、全然違います。先生、ベトナムに行ったことがありますか？ベトナム、結構、ライブをしてると皆さんに聞かれるんですけど、ベトナムはまだ行ったことがないんですよ。でも、ベトナムには絶対に将来は行きたいなと思っています。今、ちょっとベトナム人の友達がいるんですけど、その人と話してる中で、来年にベトナム行かないかみたいなお誘いを受けているので、その機会にぜひベトナムには行きたいなと思っています。結婚しました。ここで結婚の報告がありましたね。はい、ご結婚おめでとうございます。お名前なんて呼んだらいいんですかね。ごめんなさい、読めないですね。日本はたくさん祝日があるんですか？そうですね、比較的祝日は多いように感じます。ほとんど毎月祝日があるんですけど、11月にはそんなにないのかな、祝日が。はい。大学生になると曜日の感覚があまりなくて、祝日のありがたみっていうのは薄れてしまうんですけど、自分が小学生だった時、中学生だった時は学校が休みになるので、祝日はすごく楽しみでした。はい。ね、祝日何してたかっていうと、そう、友達と遊びに行って映画を見たり、ご飯を食べに行ったり、あとは何だろうな、ちょっと遠いところに旅行に行ったり、僕は滋賀県に住んでるんですけど、京都に電車で遊びに行ったりします。いろんな 質問が来ますね。お名前。そうですね。15分ほど経ってしまったので、もう一度名前を言いたいと思います。私の名前は野川和樹と言います。どうぞよろしくお願いします。先生何歳ですか？そうですね、年齢も。僕は今21歳です。どうですか？僕21歳に見えますかね？はい。あなたは英語ができますか？英語は、学校で習ったレベルならなんとなくわかりますね。はい。でも高いレベルの早い会話をするとこはちょっとゆっくりになっちゃいますけど、少しはちょっとはわかりますね。髪もう切ったの？先生。髪切ったのわかりますかね？ 髪切ったんですよ。で、でも一週間とちょっと前ぐらいなんですけど、結構すぐ髪の毛の量が多いので、はい、1ヶ月に1回は切らないと、ボンって大きくなっちゃうんで。はい。気づいてくれる人いるんですね。いや、嬉しいです。僕の周りの友達でも、僕が髪切ったことに全然気づかない人 多いんで、はい。先生、こんばんは。ブサイクとはどういう意味ですか？これは難しい問題ですね。ブサイクっていうのは、あんま絶対使わない方がいいと思います。まず使わない方がいい言葉っていうことを伝えます。ブサイクっていうのは、まあ、人の見た目だったら、そのかっこよくないっていうことですね。顔が整ってないっていうことです。言われて嬉しいことじゃないので、使わないようにしてください。日本のお正月に何をあげたらいいですか？上司に対して。そうですね。日本のお正月、上司に渡すもの。僕が
社会人なんてちょっと難しいんですけど、でも、お酒とかいいと思いますね。お正月にはみんな家族とか友人と集まって、お酒を飲んだり、食事をしながら、いろんな話をするので、普段あまり集まれないことが多いので、みんなで集まって話をしながらお酒を飲んでるっていうことが多いので、お酒をプレゼントするのはおすすめです。先生、注意すると注目する。注意すると注目するの違いは、いや、結構似てますね。注目するっていうのは、違うとこを見るんじゃなくて、ここを見てくださいっていうような視点を一箇所に集中させるっていうのを注目するっていうんですけど、注意するっていうのもほとんど同じような意味で、どこか一点に注意を向ける、注意を向けるっていうと、意識をする、ある一箇所を意識することを注意するっていうふうに言います。ほとんど同じですね。手を引くとはどういう意味ですか？手を引くですね。手を引くっていうのは、諦めるというような時に使います。例えば、自分がどうしても、自分好きな子が例えばいたとして、自分がどうしてもそのことを恋人にしたいと思ったとします。でも、その自分が気になっている人は遠くで別の人と付き合ってしまいました。で、自分はその人が好きだけど、もう今は諦めることしかできないっていう時に、もうこの人を好きになるのはやめようと、去っていくことを手を引くというふうに使います。ちょっと難しいですけどね、手を引くという言葉は。構いませんの意味は何ですか？どのような状況で使いますか？構いません。構いませんっていうのは、なんて言うんですよね。しても大丈夫ですよっていうふうに使いますかね。すごくかしこまった場、お仕事で会議をしている間っていうのは、すごく気を張って姿勢を正して、飲み物とかも飲んでいけないし、リラックスもできない状況ですが、休憩になった時に、今は休憩ですので、皆さんリラックスしていただいて構いませんっていうふうに、もう今していいですよっていうようにな時に使いますね。構いません。しても大丈夫ですよっていうような意味合いでございます。今日本は寒いですか？っていう質問ですね。そうです。今、日本は寒くなってきてます。11月に入ってから朝と夜の気温の下がり方がとってもすごくて、いっぱい服を着ないともう外に出られないですね。家の中も今はコートを出したり、布団も暖かい布団に変えました。日本のお祭りについて、日本のお祭りですね。日本の祭りといえば、なんだろうな、おみこし知ってますか？神社みたいな装飾をされた建物のような、このくらいの大きさのもの、もっと大きいものがあるんですけど、それをみんなで担いで運んでいくんですよ。その時の掛け声って、なんか、わっしょい、わっしょいだったり、なんか掛け声をみんなでやりながら、大きなものをみんなで運んでいきますね。とか、あとは僕がお祭りで一番楽しいのは、屋台です。まあ、ベトナムにも屋台ってたくさんあると思うんですけど、日本は普段は屋台はあまり出なくて、そのお祭りの時にだけ、いろんなお店が出てくる。です。例えば、たこ焼き、あとお好み焼き、ンクフルトで、唐揚げ、りんご飴って、りんごの周りに
飴がコーティングされているお菓子があります。それとか、砂糖で作った和菓子。こんなふわふわの雲みたいなやつですね。甘い。食べるとすぐふわふわと溶けてなくなっちゃう美味しいお菓子です。時間があったら ベトナムに旅行行ってみてくださいね。はい。もう多分来年に行くことになると思います。はい。その時に今ライブを見てくださっている方と会えるかもしれないですね。先生はおいくつですか？今21歳です。ベトナム人と結婚したいですか？ああ、そうですね。どんな人と結婚するかって、今全然自分でも予測つかないんですけど、普通は日本のかなって思ってますけど、仲良くなったり、気が合うなって思ったら、ベトナムの方と結婚する可能性も十分あり得ると思います。ベトナムの方は、県内の人が多いようなんで、はい。そうですね。テーマ、日本で祝日。これは何と言いますか？テーマは、日本の祝日ですね。はい。日本人と会話するときに何か注意することはありますか？そうですね。日本人と会話を練習するとき注意することは、こうやって普通に話してるんですけど、僕たち日本人にとっては、簡単な言い方から、これで意味は伝わってるなと思って、普段話してるのと同じように話しちゃうことが多いと思います。それでベトナム人の皆さんは、それを聞いても、ちょっとわからないこととかがあると思うんです。そのちょっとわからないことがあったときは、すぐに、ちょっと待ってくださいと、会話を一旦止めて、そのわからなかったところの意味はどういう意味なのかをしっかり確認しておくのが良いと思います。わからないことをそのまま流してしまったら練習にならないので、僕は、その外国人のお友達がいるんですけど、その人と話すときは、わからないことがあったらいつでも会話を止めていいよっていうふうに伝えておいて、わからないことがあったら止めて、僕が正しくわかりやすい日本語で言い直すようにしています。ノミニケーションってどういう意味ですか？ノミニケーションですね。これは正式な日本語というか、辞書に載っているような日本語ではないんですけど、最近できた言葉ですね。コミュニケーションという言葉と、飲む、お酒を飲むということですね。飲み会とかの飲みとコミュニケーションを合体させて、ノミニケーションという新しい言葉ができています。それは上司とコミュニケーションを、お酒を飲みながら取ることで、よりスムーズなコミュニケーションとか、お互いのことを深く話せたりするので、ノミニケーションという言葉が今、日本でも作られましたね。ノミニケーションはよくあると思います、日本の社会では。若いね。僕、今21歳なんで、若い方だと思いますね。東京から愛知県まで、どのぐらいかかる？交通の方法にもよると思うんですけど、どうなんだろうな。滋賀から東京に行った時は2時間かかったんで、愛知の方が東京に近いから2時間はかからない。1時間ぐらいで着くんじゃないでしょうかね。はい。そんなに遠くないと思います、東京までは。
次いきますね。おじちゃん。おじちゃんっていう。おじちゃんは引きずっていってしまいますね。まだ21歳まで。次の質問。あ、コメントベトナム語で送ってくれてる人もいるんですけど、ちょっと僕、ベトナム語が読めないし、話せないので、申し訳ないんですけど、コメントは日本語でお願いします。じゃあ次の質問見ていきます。先生、お酒飲めますか？はい、お酒は飲めます。お酒飲むのは好きですね。友達と家で飲むこともよくありますし、お店に行ってお酒を飲むこともよくあります。はい。ただ、あんまり飲みすぎは体に悪いので、飲みすぎには気をつけています。どこに住んでいますか？はい、今は滋賀県というところに住んでいます。はい、滋賀県はわかりますかね？日本がこうにょっとあった、ちょうど真ん中にある県です。今日は寒いですか？はい、今日のお昼は結構暖かかったんですけど、やっぱり夜になると冷え込んで、昼と朝晩の気温差がすごく大きいですね。風邪をひかないように注意しなければいけないと思っています。先生は女の人なら綺麗だと思います。なんか初めて言われましたね。女の人なら綺麗。不思議な表現ですね。ただ、アルバイトをしているときに、女の子と間違えられたことは何回かあります。でも、女の子だと思ったのは、みんなおじさんだったんで おじさんから見たらちょっと女っぽいのかもしれないですね、僕は。はい、貿易とは何ですか？あ、貿易っていうのは、国とが、物の電化製品とか、食料、麦、米などのやり取りをすることを貿易と言いますね。商品を渡してお金を払うっていうのが貿易です。わかりました。質問答えて、はい。じゃあ私は英語の質問があるんですけど、いいですか？はい、ちょっと、もし分かったら答えたいと思います。先生はオタクですか？最近オタクの定義が変わっていると聞いたんですが、本当ですか？どうなりましたか？ああ、オタクですね。まあ、まず最初に答えると、僕はオタクではありません。オタクっていうのは元々のイメージだと、なんかメガネをかけていて、髪の毛がボサボサで、なんかよくわかんないシャツを着て、よくわかんないジーパンを履いてる、まあ、ダサいイメージがありました。で、アニメとかゲームにとかアイドルにもっとしちゃうような人をオタクっていう風なイメージがあったんですけど、最近はそういう見た目がダサいような人がオタクっていうような枠はなくて、すごくおしゃれな服を着ていて、髪型も整っているよういるけど、その好きなこと、アニメ、漫画、ゲーム、アイドル、まあ何でもですね、すごく好きなものがある人のことをオタクっていうように言ってます。オタクのイメージは良くなってきている方だと思います。どんなに先生がイケメンと言っても、私のコメントを読まないんですね。イケメンって言ってもらえるのは、すごく 嬉しいんですけど、なんて言うんですかね、説明、質問の方が
皆さん聞きたいことがあるんじゃないかなって思ってます。言ってもらえるのはとっても嬉しい。ありがとうございます。僕は12月に出張で東京に行くんです。行くんで、東京のいいところを教えていただ、あ、東京の場所を教えていただいて嬉しいです。あ、なるほど。手を離す。あ、手話ですかね。手話。耳が聞こえない人に対しては、手でいろんな文字を表してコミュニケーションを取ります。音じゃなくて、手の動きで。僕はちょっとだけ手話わかるんですけど、じゃあ自己紹介をしてみますね。これで、僕のっていう意味です。僕の、これ、名前は、っていう意味です。で、の。これはカタカナののですね。で、川。これで、漢字の川を表します。これで野川という僕のファースト、あ、セ、セ、うん、ラストネーム、ラストネームで野川になって、これで、かきくけこのか。これで、ず。これで、き。これで僕の名前は野川和樹ですっていう風な自己紹介になります。ちょっと余談ですが手話を話しました。日本語で話せる日本人の友達が欲しい。どうやって作りますか？教えていただけませんか？モンゴル人です。あ、日本人の友達が欲しいということですね。やっぱり言語を習得するためには、その言語を話す国の人と友達になるのが一番いい手段だと思います。僕はベトナム人の友人とか、台湾人の友人、中国人の友人とか、いろんな国の友人がいるんですけど、その人たちと知り合ったきっかけは皆大学ですね。僕は今学生なので、大学という場所にいると、いろんな国の人ともこういう交流があるので、もし大学生、日本の大学に来れるならば留学した方がいいと思います。ただそれはあまり現実じゃないので、例えば今使っている Facebook を通じて日本人とコンタクトを取るっていうのはいい手段だと思います。はい。そうですね。たくさんビールを飲んでいます。はい、ビールは美味しいですね。昨日までの3日間、僕は会社で働く体験をしてきました。はい、実際に働いているわけではないんですけど、もし自分が働くようになると、このような、こんだ、これ疲れるんだなっていうのを実感して、その疲れを癒すために、ビールを飲みました。はい、仕事で疲れた後のビールっていうのはとってもいいです。ちょっと飲みすぎちゃいましたね。はい、手に入れると手に入るは何が違いますか？手に入れるっていうのは自分から働きかけてそれを手に入れること。手に入るというのは自分から働きかけるのではなく、物の方が自分のところに来て、やったっていうふうに、自分の手元に求めていたものが来ることです。はい。先生の目が好きです。ありがとうございます。なるほどと確かにの使い方を教えていただけないでしょうか。なるほどっていうのは、人の話とかを聞いたときに、自分が分かっていなかったけど、その人の話を聞いて、それは正しいなっていうのを気づかされた時とかに、なるほどと言いますね。確かにっていうのは、相手の意見を聞いた時に、それを肯定する意味で、確かにその意見は正しいですねっていうふうに使います。肯定をする時に使いますね。で、肯定をして、さらに、でも自分の意見はっていう時により多く使います。確かに
あなたの意見は正しいと思います。でも、このような意見も正しい、より良いのではないでしょうか。っていうふうに使いますね。先生、いい加減ってどういう意味ですか？いい加減というのは、物事に真剣に取り組んでいないとか、細部まで細かく気を配れてなくて、これでいいかな、もうこれでいいや、できる、やるべきことあるけど、もうこれでも大丈夫かなって言って放り出してしまうことをいい加減って言いますね。僕はそのように使っています。可愛くて若い人とお金持ちで30歳以上は、いいですか？可愛くて若い人とお金持ちで30歳以上。お金も大事ですけど、見た目も大事ですね。でも、どっちも僕は第一優先にしてるわけでもないので、お金はむしろ自分で稼ぎたいなと思ってるので、僕は可愛くて若い人の方が いいかもしれないですね。ベトナム語わかりますか？すいません。ベトナム語はわかんないです。先生は今どこに住んでますか？日本の滋賀県というところです。あまりご存知じゃないかもしれないですけど、日本の中央にあって、日本で一番大きな湖がある県です。もし興味があったら調べてみてください。お城などもあって、休みの日には観光客がたくさん来ています。寝る人いません、この時間は。寝てください。21歳ですか？21歳です。先生、ベトナムのどこに行きたいですか？そうですね。ベトナムまだ一度も行ったことないので、とりあえず日本でも今有名な、ハノイとホーチミンに行ってみたいと思っています。でも、最近、僕が日本語を教えている生徒さんからお話を聞いたときに、ハノイとホーチミンだけじゃなくて、今はダナンという都市が有名になっているっていう話を聞いたので、ぜひダナンにも行ってみたいですね。ダナンの有名なところあったら、教えてください。結構日本の企業も、ダナンに進出している企業が増えてきているようですね。アルバムってどういう意味ですか？アルバムっていうのは、写真を保存しておく本のようなものですかね。こう、開いて、ここに自分が赤ちゃんの時の写真とか、小学生の時の写真とかを一冊の本にまとめているものをアルバムっていうふうに言います。先生、ドリアンを食べたことがありますか？ドリアンのフルーツ自体はまだ食べたことがないですけど、ドリアンのお菓子なら食べたことがあります。あれ、匂いが本当にやばいですね。もう高校生の時に誰かがお土産に持ってきたんですけど、こんぐらいのちっちゃい袋を開けた瞬間、教室全体が匂いがとっても臭くなって、大変なことになりました。味は美味しいと思うんですけど、匂いが強すぎるので、僕はあんまり好きじゃないです。ドリアンはベトナムで取れるフルーツだそうですね。もしベトナムに行ったら、フルーツのドリアンを一回食べてみたいなって
思います。と、インターネット環境が調子悪いみたいですね。申し訳ありません。ちょっと、今日はご了承ください。はい。私も彼氏は日本人ですけど、彼氏は今結婚しています。それまずいですね。結婚している人と 付き合ってるんですね、今。それは日本で言うと、不倫っていう言葉になります。不倫って最近日本で流行ってる言葉で、良くない言葉なんですけど、結婚している男性と女性、その別の女性が付き合ってるっていうのは、社会的にはあまり良くないので 公では言わない方がいいかもしれませんね。心つらいです。ああ、つらいですね。つらいと思います。彼氏にするなら、結婚していない男性の方がいいと思います。はい。相手の彼氏の方にも悪いですからね。新幹線2時間ぐらい。あ、2時間ぐらいなんですね。なるほど。先生、お酒を飲めますか？はい。お酒飲むのは好きです。家族とお酒を飲むこともありますし、友達とよくお酒飲みますね。はい。一番多いのは友達とお酒を飲むことですね。あ、こんばんは。このタイミングから見始めてくれてる人も多いですね。毎日ビールを飲みます。すごいですね。ベトナムの方は、お酒強い人が多いそうですね。僕この前ベトナム料理屋さんに行ったんですけど、なんかウイスキーじゃないや、ウォッカを飲んだり、焼酎のような飲み物を飲みました。あとベトナムのビールで、こう、なんだ、333って書いてあって、バーバーバーっていう ビールが美味しかったですね。はい。テリーが、これで大丈夫ですかね。はい。日本人の特徴は何ですか？日本人の特徴は、自分の意見が強く言えないところですかね。主張が弱いです。特にアメリカ人とかヨーロッパの人たちはしっかりと自分の考えを主張するんですけど、日本人はあまり自分の意見を強く言えないことがありますね。それはいろんな経験をしてきた中でなんとなくわかりました。次の質問を見たい。日本人の男の子はどんな人ですか？恋愛に積極的ではない男子、男の人が最近は来てるようですね。はい。先生、千葉県に住んでますか？千葉県には住んでいないです。僕は今、滋賀県というところに住んでいます。ベトナムに行ったことはないですけど、来年は、ベトナムに行こうと思っています。住めば都という意味を教えてくださいということで、住めば都っていう言葉は、どんだけ見た目が悪いとか、周りの環境が悪いところに住むことになったとしても、最初は、そういうボロボロの家とか住むのは嫌かもしれないんですけど、長く住んでるうちに、なんとなく、そう、
その家が好きになってきて、最終的には全然嫌だった気持ちも忘れて、その家がすごい好きになっている。から住んでいるうちに、いい環境と感じるようになるっていうのが、住むっていうような言葉だと、はい、いうことですね。と、図に乗るってどういう意味ですか？図に乗る。あまりいい言葉ではないんですけど、図に乗るっていうのは、調子に乗るっていう言葉と結構近い意味がありますね。はい。そうですね。日本語でうまく話せますか？あ、どうやって日本語でうまく話せますか？日本語って何が難しいんだろうな。結構同じ、違う意味でも同じ音の言葉っていうのが多いので、そういう言い方、音の強弱の使い方っていうのが重要になってくるんじゃないかなと思います。例えば、雨。空から降ってくる雨っていうのは、発音は、雨。と言います。でも、食べる方の雨。口の中に入れる。食べ物の雨は、と言います。降ってくるのは、雨。食べるのは、雨。この音の違いだけで、日本語っていうのは、意味が変わってしまうので、日本語を勉強する人にとっては、ちょっと、やっかもしれないですね。漢字を勉強するのは難しいですが、どうしたらいいですか？ああ、漢字難しいですね。僕が漢字を勉強していた時は、もうひたすら書く、ひたすらに書きました。あとは読み方を確認して、その漢字を口に出し、口、読み方を口に出しながら書くと、口と手両方動かすことによって、頭によく入ってくるんじゃないかなと思って続けてました。はい。あと、日本の漢字っていうのは、同じ形のものが多くて、例えば、木偏。漢字の木という形が入ったもの。こういう漢字って多く存在してたりするので、同じ形を持った漢字同士を、まとめると、効率的に漢字を覚えることができると思います。インク切れはどういう意味ですか？ 結構、本のところですね。インク切れっていうのは、多分印刷機ですね。紙を印刷する機械。この機械に入ってるインクがなくなることをインク切れと言います。どうして切れるという表現をするのかは、ちょっと語源は難しいですけど、切れるっていうのは、なくなるという意味で使いますね。他に切れるを使う言葉だと、電池切れとか、充電切れとか、こういうふうに電池がなくなるとか、充電がなくなるっていう時も、切れというような、切れるという表現をしますね。はい。先生のところは、日本の男の子の日はいつですか？あ、子供の日ですね。これは5月の5日ですね。5月の5日が子供の日です。はい。女の子は、3月3日にありますね。はい。
僕が子供の日は、兜っていうのをご存知ですかね。昔日本で戦争の時に着ていた鎧のようなもの。その兜を子供の日に子供に送るっていうのが日本の文化でありますね。最近はどうなんですかね。僕の時は、兜をもらいました。ゆっくり話してもらっていいですか？すいませんね。ちょっとゆっくり話したいと思います。すみませんが、憲法記念日に国民は何をしますか？僕たち国民は特に何もしないですね。休日になるので、それを喜んでいるだけです。特に他の祝日とか変わったこととかしたことがないです。日本人の友達に教えていただけませんか？日本人の友達、そうですね、日本人の友達が作れれば、やっぱり気持ちもスムーズになるので、Facebook ぜひ使ってください。あと、もしよろしければ、イナズマエデュケーションで、僕たちの日本人と話せる機会があるので、サービスを利用してみてください。今は25%オフになっているみたいで、授業が。今安く私の授業を受けれると思うので、もしよろしければ検討してみてください。先生も好きな人を選ぶみたいなので、インターネットのサイト、URL があると思うので、そちらを確認していただいて、どんな先生がいるかを見て、自分に合った先生を見つけて登録してください。よろしくお願いします。インク切れ。どんな女の人と結婚したいですか？どんな女の人がいいかな。僕は普段からよく喋ることが多いので、僕がたくさんする話についてこれる人と結婚したいですね。結婚して一人で喋り続けてるのも辛いので、しっかりとやりとりをできる人と結婚したいと思ってます。何しろとともかくの違いを教えてください。何せよともかく、ほとんど同じ意味ですね。何せよともかく、あまり区別する必要もないと思います。一緒、おいしょ同じような意味で使ってもらっても大丈夫です。ホーチミンも面白いですよ。そうなんですね。ホーチミンも面白いですね。でもホーチミンは行きたいと思ってます。ハノイとホーチミンとダナン、この3カ所はぜひ行ってみたいと思っています。匂いがやばいです。ドリアンのことですね。本当にすごいひどい匂いでした。いい加減にしろはどんな意味ですか？どんな時に使いますか？そうですね。いい加減にしろっていうのは、まず怒るときに、怒ったり注意したりするときに使う言葉ですね。自分が上司で部下が何度も何度も同じ失敗を繰り返していると、いい加減にしろ、もうその失敗は何回もしていることだろう、直す気はないのかっていうふうに、何度も同じような、ないことを繰り返しているときに、いい加減にしろっていうふうにして注意することがありますね。浮気もあんまり良くないことですね。あんまりというか良くないことです。浮気っていうのは、さっき不倫っていう言葉がありましたけど、結婚している男の人と、その奥さんじゃない女の人と結婚していいんですけど、その結婚してるのに、
女の人と別の人と付き合ってしまった男の人がすることを浮気と言います。これは結婚している女の人が別の旦那さんではない男の人と関係を持ってしまうことも同じように浮気と言います。皆さんしないようにしてください。さっきもちょっと出てきましたけど。あ、ドリアンをよく食べていくうちに好きになってくると思う。あ、そうなんですね。やっぱ何度も食べてるうちに美味しく感じてくるんですね。匂いも嫌じゃなくなる日が来るのかもしれないですね。あ、ババは美味しいですね。はい、ババは美味しかったです。あ、ベトナムでビールの日、1、2、3、2。あー、これ、乾杯をするときの掛け声ですね。ちょっとの、ベトナム料理屋さんで、食事をしてる日にも、来ました。言葉はわかんないですけど、1、2、3で数字数えて、掛け声で、乾杯しましたね。うん、すごい楽しそうでした。聞いて。日本に5年いるけど、生寿司まだ食べれません。そうですね、生のお魚って結構苦手な人多いと思います。特に日本人以外だと、生の魚を食べることには抵抗があると思いますね。その生の寿司がなんで食べれるかって、やっぱ臭みだと思うんですね。日本の生の刺身とかってあんまり臭みがないんですけど、僕が外国に旅行した時に食べた生魚は、とっても匂いがきつくて、とても食べれませんでした。おそらくその、臭みのイメージを強く持っている人が多いと思うので、なかなか日本で生魚を見ても食べる勇気が湧いてこないんだと思います。ただ、一回食べてみると美味しいっていうのがわかると思うので、試してみてください。生、富山行ったことがありますか？富山は行ったことはありますね。でも、すごく小さい時で、僕が5歳とか4歳ぐらいの時だったので、実際何をしたかはあんまり覚えてないですし、どんなものかは覚えないですね。はい。でも、今日本で流行ってる歌はいろいろありますね。ちょっと時代はずれてると思いますが、君の名っていう映画の前前前世は、いろんなお店にどこでも流れていましたね。はい。先生はハロウィンパーティーしたことがありますか？ありますね。高校の時はハロウィンパーティーをしました。はい、友達とお菓子を持ってきて、お互いのお菓子を交換したり、とプレゼントの交換もしましたね。はい、もちろん、仮装もしっかりして、ハロウィンパーティーしました。でも東京とか大阪でやってるような大規模なハロウィンにはまだ参加したことがありません。だから、いつかそのハロウィンイベントには参加したいなって思ってます。あー、すいませんね。そろそろ時間が来てしまいましたね。今日僕が今ライブをしているこの Facebook は、稲妻エデュケーションっていう、日本語会話教室の、サイトとなっております。はい、僕はその稲妻エデュケーションで先生をしているうちの一人です。他にも僕みたいな先生が何人いるので、このライブチャットを見ながら、もし僕と日本語の勉強をしたいなっていうふうに思ってくれた人がいたら、ぜひ、イナベリケーションの授業を申し込んでください。今は、授業の料金が25%オフになっていて、普段よりも、
少ない金額を受けることができます。うん、宣伝はね、しっかりしておかないとダメなので、はい、伝えていきます。もういろんな生徒さんとお話をしていて、もっともっとさらにたくさんの人とお話したいなって思っています。何でも分からなかったら聞いてもらえば、しっかりと調べてお答えしていくので、まあ、今のように簡単な普段のおしゃべりのような会話もしますが、授業の内容はしっかりしているので、はい、ぜひ興味のある方は、ミナズマエデュケーションに授業を申し込んでください。1時間、ちょっと短い時間でしたが、最後まで皆さん質問してくれてありがとうございました。まだ答えきれてない質問もたくさんあったので、ちょっとごめんなさい。また来の機会があれば、今日聞けなかったことを聞いてください。その時にまたお答えしたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。